華やかさと趣深い雰囲気を感じさせる部屋。猪苗代町にある天橋閣には県内外から多くの人が訪れています。天橋閣は明治時代に有栖川の宮家の別邸として建てられ、現在は国の重要文化財に指定されています。近年はドラマや映画の撮影場所としても使われ、注目を集めています。明治頃のいろいろと物が家具がたくさんあって、結構あんまり家東京に住んでいるとこういう場所とかなかなか来るところないので。また天橋閣の近くに高松の宮家の別邸として100年前に建てられた迎賓館では、今日までの5日間普段は見られない中の様子が特別に公開されました。こちらの松の間は障子を開けると猪苗代湖を眺めることができます。迎賓館では来月も特別公開を行うということです。